シックススタジアムはアメリカのワシントン州シアトルにかつて存在した野球場。MLB シアトル・パイロッツが球団創設1年目の1969年の1年だけ本拠地にしていたほか、マイナーリーグやニグロリーグ数球団の本拠地になっていた。この場所には1913年に建設されたダックデール・スタジアムという野球場が建っており、 マイナーリーグパシフィックコーストリーグのシアトル・インディアンスが本拠地にしていたが1932年7月4日に放火され全焼してしまった。そのため同地に新しい野球場が建設されることとなった。1938年6月15日に開場した新球場はレイニアーズのオーナーのエミル・シックの名前からシックススタジアムと名付けられた。 レーニアーズは1964年シーズン終了後に球団名をシアトル・エンゼルスに変えながら1968年までこの球場でプレー。ニグロリーグウエストコースト・ベースボール・アソシエーションのシアトル・スティール・ヘッツも1946年にここを本拠地にした。また野球以外にも1957年9月1日にはエルビス・プレスリーがコンサートを行った。 シアトルは何度か大リーグ球団の移転先に挙げられていたが実現はしなかった。1965年のクリーブランド・インディアンス、1967年のカンザスシティアスレチックスが共にシアトルへの移転を検討しながらも結局しなかったのはシアトルを代表する野球場であったシックス・スタジアムの設備の脆弱さが理由だった。 1969年に新球団パイロッツがシアトルに創設されたがシーズン開始までにキャパシティが3万人以上になるよう席を増設するという球団誘致の条件の一つは飛行不良と費用増大が原因で工事が遅れ実現されなかった。また座席の増設は他の多くの座席の視界を遮ってしまった。パイロッツは観客動員で苦戦。 創設初年度にもかかわらず、約67万8000人しか動員できなかった。パイロッツは1年限りで、シアトルに見切りをつけ、ウィスコンシン州ミルウォーキーへ移転した。1972年から5年間は、マイナーリーグ A 級シアトルレーニャーズの本拠地となった。1977年には、シアトルが再び大リーグ拡張球団の本拠地として選ばれたが、 本拠地球上にシックススタジアムは選ばれなかった。シックススタジアムは1979年2月に解体された。ありがとうございます。